これは、お給仕終わりのメイドたちが、サラリーマンのご主人さまのお悩みにお答えする、YouTube チャンネルです。例えば、この間3人でご飯行ったんだって。行ってきたー。どこ行ったの？正面横丁。お前ら本当にメイドかよ！居酒屋ドーム。こちら、あっと屋大将、かがみです。それは大変ですね。少々お待ちください。会社の人たちとバーベキューによく行くんだけど、いつも運転なんだって。お酒飲みたいのに。だけどそれを断りたいんだって。どうしたの？自分も楽しみたいんだって。確かに。そう、運転をね、断りたい。運転手飲めないですもんね。確かに。でもいつも運転なんだって。なんでだろう、公開しようみたいな。免許持ってる人がいないのかな。その人だけだったらね、しょうがなくなっちゃう。免許証家に置いていこう。免停になります。免許証家に置いてさ、取りに行けとか言うとどうすんの。やばいですね。それが身近で。身近。庭。庭。会社の庭。会社の庭いいかもね。そうだ、徒歩で。徒歩で行けるとこを探す。なんかさ、じゃんけんで決めようぜ。じゃんけん。でも多分最初からお前運転なってなってるじゃん、絶対。今日はじゃんけんで。え、負けたら、負けたら最初から変わる。先週ちょっと言ってみて。え、じゃんけんでやりましょう。あっとじゃんけん。あとじゃんけんの説明からすんの？長ーい。もいもいじゃんけん。もいもいじゃんけん。もいもいじゃんけんで決めましょうって言ったら、それに食いついてくるかもしれない。うん。あ、そうだよ。もいもいじゃんけんで決めよう。それ、何みたいな。やろうよ、みたいな。優勝者。優勝者は、荷物持ちです。もいもいじゃんけんに行くか。平和に解決。平和に。かわいく、かわいく解決。そうだね。お待たせしました。ぜひ萌え萌えじゃんけんで勝ち負けを決めて、平和に可愛く決めましょうということです。萌え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 。 OK。 知ってるかな？教えた方がいい。萌え萌えじゃんけん知ってますか？俺は知ってるけど、会社の人が知ってるかわからないらしい。うん、やらせよ。じゃあぜひやっときますんで、皆さんで覚えてください。うん、よかった、平和で。しんちゃんやって。窓を開けて、胸萌え萌えじゃんけん、じゃんけんぽー。明日はチョキだよ。アットホームチャンネル登録お願いします。悩み待ってます。